ダイアナ・フリーマン・ミッドフォード、通称ダイアナ・ミッドフォードは有名なミッドフォード姉妹の一人である。最初は、モイン・ダンシャクくらいの後継者であった、ブライアン・ウォルター・ギネスと結婚し、後に離婚して、第6代イギリスファシスト連合党首だった、モズリー・順団シャクサー・オズワールド・モズリーと結婚した。1936年に、ミッドフォードがモズリーと再婚した際の結婚式は、 アドルフ・ヒトラーを来賓に迎えて、ヨーゼフ・ゲッペルスの家で行われた。結果的に、ダイアナは、ファシズムの大義に関わる政治活動ゆえ、第二次世界大戦中に3年間交流された。後にダイアナは、パリに移住し、作家としてある、程度成功した。1950年代には、タトラーに日記を寄稿し、ザヨーロピアン氏の編集にも携わった。 1977年には自伝 A Life of c o n t r a s t を刊行した。ブックスブックメンに定期的に書評を書き、1990年代にはイブニングスタンダードにも寄稿した。1989年にデザートアイランド・ディスクズに登場した時は物議を醸した。家族の友人だったジェームズ・リーズ・ミルンはダイアナに美貌について私が会った中では、 サンドロ・ボッティ・チェッリのビーナスに最も近い人だったと述べている。アスト・ホール・マナーの裏側、ダイアナ・ミッドフォードは、第2代、リーズデール男爵デイビッド・フリーマン・ミッドフォードと、その妻・シドニーの第4子で3人目の娘だった。クレメンタイン・チャーチルのいとこで、アンガス・オギルビの鳩子であり、バートランド・ラッセルのいとこの孫にあたる。ダイアナは、ベルグレービアで生まれ、最初は、 バッツフォードパークにある田舎の辞書で育てられた。10歳になってからは、オックスフォードシャーにあるアストホールマナーの一族の屋敷、それから父がスインブルックの村に建てたスインブルックハウスで育った。1926年にパリに送られて、そこで学校で6ヶ月通ったが、それ以外は数人の女性家庭教師から自宅で教育を受けた。子供時代に、 妹のジェシカとデボラはダイアナと特に親しかった。18歳の時、宮廷にお目見えしたすぐ、あと、こっそり、ブライアン・ギネスと婚約した。アイルランドの貴族であったギネスは、作家でビール醸造のギネス社相続人であり、母院男爵位を継承することになっていた。ダイアナの両親は最初この婚約に反対したが、そのうちに説得を受けて了承するようになった。 母シドニーは、このような若い二人が莫大な財産を抱えることになるのを非常に心配したが、結局ブライアンはふさわしい夫だと思うようになった。二人は1929年1月30日に結婚した。夫妻には一年に2万ポンドの収入があった。さらに、ウィルトシャーのビッツデニ事書があり、ロンドンとダブリンにも家を保有していた。夫妻は、 ブライト、ヤングピープルとして知られる、上流階級の若者たちが集う貴族的な、社交イベントの主催で知られるようになった。作家のイーブリンウォーは、ダイアナの美貌を、金の響きのように部屋を走り抜けると褒め、競争の20年代を風刺した小説、癒しい肉体を夫妻に検定した。ダイアナの肖像画を、オーガスタス・ジョン、パベル・チェリコフ、ヘンリー・ラムなどの画家が描いている。 夫妻の間には1930年にジョナサン、1931年にデズモンドという二人の息子が生まれた。ダイアナの二人目の夫、オズワルド・モズリー1932年2月、ダイアナは社交界の花形、エメラルド・キュナードの家で開かれた園遊会で、サー・オズワルド・モズリーと出会った。モズリーはすぐに新しくできた、イギリスファシスト連合の党首になり、 ダイアナと恋に落ちた。その時モズリーは前、インド総督ジョージ・カーゾンと、その最初の妻で、アメリカの商人の女相続人だった、メアリー・ビクトリア・ライターの間の娘、レディ・シンシア・カーゾンと結婚していた。ダイアナは使用人を連れて、夫の元を去り、モズリーの家に近くに引っ越した。しかしながらモズリーは、妻と別れるつもりがなかった。百三十三年に、 シンシアが腹膜炎で休止した。モズリーは妻の死にひどいショックを受けたが、その後に妻の妹、レディ、アレクサンドラメトカーフと付き合うようになった。モズリーのためにギネスと別れるという決断を両親が認めなかったため、ダイアナは短期間家族と疎遠になった。ダイアナの不倫とその後のモズリーとの結婚により、姉妹間の関係が悪化した。最初、 ジェシカとデボラはダイアナがモズリーとロンドンで罪深い暮らしをしているため会うことを禁じられていた。デボラは結局モズリーと知り合いになることができ、非常に親しみを抱くようになった。ジェシカはモズリーの信念を軽蔑し、1930年代末からはずっとダイアナと疎遠だった。パメラと夫のデレック・ジャクソンはモズリーとうまくやっていた。ナンシーは モズリーを全く好まず、ジェシカ同様その政治的信念を軽蔑していたが、ダイアナとうまくやっていくために、モズリーを我慢するようになった。ナンシーは、小説ウィックス・オン・ザ・グリーンを書き、モズリーとその信念をからかった。1935年にこの小説が出版された後、姉妹の間柄は悪化して、付き合いがほぼなくなり、1940年代半ばになってやっと、 ダイアナとナンシーは仲直りした。ダイアナとオズワルドのモズリー夫妻は、スタッフ,フォードシャアのカントリーハウスであるウッドンロッチを借りることにし、ダイアナは最初そこを買い取るつもりだったダイアナは、新居の大部分に父が売りに出したスウィンブルックの家具を据え付けた。モズリー夫妻は1936年から1939年まで子供たちとウッドンロッチに住んでいた。 1934年にダイアナは当時19歳だった妹ユニティと共にドイツに行った。ドイツ滞在中、二人はナチスの権力掌握後、ニュルンベルクで第1回ナチ党党大会に参加した。ヒトラーの友人だったユニティは1935年3月にダイアナをヒトラーに紹介した。その年の末、二人は第2回党大会に再び出席し、 ヒトラーの来賓として、もてなしを受けた。1936年には、ヒトラーは、ベルリンオリンピックに、ダイアナを案内するため、メルセデス・ベンツを提供した。ダイアナは、ビニ・フレート・ワーグナーやマクダ・ゲッペルスとも互いによく、知り合うようになった。ダイアナとオズワルドは1936年10月6日、ナチスの宣伝大臣だったヨーゼフ・ゲッペルスの家の、 王接間で秘密裏に結婚した。アドルフ・ヒトラー、ロバート・ゴードン・キャニング、ウィリアム・アレンが出席した。結婚は1938年に第一子が生まれるまで秘密にされていた。1939年8月に、ヒトラーはダイアナと昼食を共にし、戦争が不可避だと述べた。アルベルト・シュッペーアは回顧録、第三帝国の内幕で、ダイアナは常に、 イングランドを弁護し、しばしばヒトラーに平和裏の解決を嘆願していた。デイリー・テレグラフの訃報によると、ダイアナが所有していた宝石の中には、ダイヤモンドのハーケン・クロイツもあったという。モズリーとダイアナには、息子が二人いた。1938年11月26日に、アレクサンダーが、1940年4月13日に、マックスが生まれ、 マックスはやがて国際自動車連盟会長を16年務めた。ヒトラーはモズリー夫妻に銀で学装した自身の肖像を送った。モズリー夫妻は第二次世界大戦中防衛規則18バイトにより、ノライ・ラム・捕カギリスのファシストたちと同様、ほとんどの機関は収監されていた。2002年に公開された見後の文書には、レディ・モズリーとその政治的傾向について、 夫よりもはるかに賢く危険だという報告が掲載されていた。1940年6月29日、4人目の息子マックスが生まれた11週後、ダイアナは逮捕された。警察が逮捕のため踏み込んできた時、ダイアナは急いでマックスのベッドマットの下にヒトラーの写真をしまったという。その後ダイアナは、 ロンドンのホロウェイ女子刑務所会ブロックに収監された。ダイアナと夫は未後の韓国で18バイトの規定により告訴や裁判なしに収監されていた。当初夫妻は別々に収監されていたが、ウィンストン・チャーチルが個人的に介入し、1941年12月にモズリーとその他2名の18バイト規定で収監された夫たちは、 ホロウェイで妻たちと暮らすことを強化された。3年以上の習慣の後、1943年11月にモズリーの健康問題を理由に釈放された。モズリー夫妻は戦争終結まで自宅軟禁となり、1949年までパスポート発行が禁止された。ダイアナは刑務所に習慣されても人生に対する態度を変えなかった。年ダイアナは、 刑務所の庭で育てたよりも美味しい野生のイチゴは育てられなかったと述べた。刑務所暮らしを選んだわけではなかったが、ホロウェイに投獄された他の女性に比べると自分の区画はマシな方だと言っていた。オズワルドは後にこのことをダイアナの妹ナンシーに言っており、ナンシーは自作の小説ラブイン、エーコールドクライメイトにこの話を使った。戦後、モズリー夫妻は アイルランドの家をそのまま使い続け、ロンドンとパリにもアパートを持った。以前の司教邸宅を最近改修したばかりだった、クロンファートの家は失火で焼けてしまった。その後、夫妻はコーク圏ファーモイの近くにある家に引っ越した。その後、フランスに永住するようになり、1950年にパリの南東のオールセイにあるパンラーディオ建築の神殿風邸宅であるタンプルドラ。 グロワールに今日構えた。ガストンとベッティーナのバージェリー夫妻がモーズリー夫妻にこの辞書が売りに出ていると教えた。ウィンサー公爵エドワードとウィンザー公爵夫人ウォリスは近くの町であるジフスユルイベットに住むようになったため、隣人としてモーズリー夫妻と親しく付き合うようになった。モーズリー夫妻は再び社交的なもてなしで知られるように、 なったが、イギリス大使館の行事からはすべて締め出されていた。フランスで暮らす間、モズリー夫妻はひっそりともう一度結婚式を挙げた。ヒトラーは、夫妻の結婚許可証言本を隠して保管しており、戦後に見つからなくなってしまったからであった。この時期、モズリーはダイアナに忠実とは言えなかったが、ダイアナは、夫の不倫についてそれほど動揺しないようにしていた。疎遠になった後、 ダイアナと妹のジェシカは一度だけ連絡を取ったが、それは二人とも姉のナンシーの看病に関わろうと知っていた時のことだった。ナンシーはベルサイユにおり、ホジキン病で闘病生活を送っていた。1973年にナンシーが亡くなった直後から二人は一切連絡を取らなくなった。イギリスに対する中誠心、ファシズムへの強い系統。 ユダヤ人に対する態度などについて語る際、時としてダイアナは、はっきりしない素振りを見せた。しかしながら、時として強い反ユダヤ主義を覗かせるような振る舞いをすることもあった。ジャーナリストのポール・カランは、ダイアナがいるところで、夫のオズワルドにインタビューした際、自分がユダヤ人だと述べたら、ダイアナが部屋を出て行ってしまったと述べている。他方、1989年にダイアナは、 BBC ラジオ四の番組であるデザートアイランドディスクスに招かれスーローリーと共に出演した。ダイアナはこの時ヒトラーによるユダヤ人の絶滅政策が事実であったことを戦後相当しばらく経つまで信じていなかったと述べて批判を受けた。さらにダイアナは今は信じているのかと聞かれて600万人というのは想像できない数字だと考えられ信じられないと答え 600万だろうが100万だろうが、道徳的には変わりません。同じくひどいことです。恐ろしく邪悪なことだと思いますとも答えた。デザートアイランドディスクスでダイアナが選んでかけてもらった音楽はモーツァルトの公共曲第41番ヴィンチェンツオベッディーニのノルマより、清らかな女神ベートーベンの歓喜の歌リハルトワーグナーのワルキューレとトリスタントイゾルデより、 愛の死、美勢のカルメンより、ハバネラ、プロコルハルムの青い影、フレデリック・ショパンのポロネーズ第5番英派単調であった。ダイアナは、中性片頭痛の定期的な発作に悩まされており、特に刑務所から出た後悪化した。1981年にダイアナは、脳腫瘍の手術を受け、成功した。妹、デボラの邸宅である、チャッツワースハウスで、 回復期を過ごした。1990年代初めに、皮膚癌の治療も受けており、これも成功した。1998年、高齢のためダイアナはタンプル・ドラグ・ロアールを出て、パリのアパートに移った。タンプル・ドラグ・ロアールは、その後2000年に100万ポンドで売却された。2002年にダイアナは、フランスのビシー政権首相だったピエール・ラバルの義理の、 ムスコルネド・シャンブランの葬儀に出席した。オズワルドは戦後イギリスのメディアから避けられており、モズリー夫妻は自身の出版社であるユーフォリオン・ブックスを立ち上げた。会社名はファウストのキャラクターにちなむものである。オズワルドは刑務所から釈放された後、ファシズムの死を宣言した。ダイアナは最初、ゲーテのファウストを翻訳した。 ダイアナの日ご家でユーフォーリオンが出した他の主な本は、ナンシーが訳した、クレーブの奥方、ニキラウダの回想録、ハンス・ウルリヒルーデルの回想録、爆撃業などである。ダイアナは、夫の著作も数冊編集している。フランスに住んでいる間、ダイアナはファシスト向け文化雑誌、ザ・ヨーロピアンの弊社を務め、時には自身寄稿もした。論考、商標。 定期日誌などを投稿していた。寄稿した原稿の多くは2008年にザ・パースート・オブ・ラフターとして再刊行された。タトラーシアブックスブックメミアイブニング・スタンダードなどにも寄稿していた。多数の雑誌に書評を書き、自伝や電気、時々は小説もレビューした。ダイアナはハロルド・アクトンによるナンシーの電気、ナンシー・ミホード。 A メモ R の前書きと序文と書いた。自身でも A Life of Contrasts とズという2冊の回想録を出している。校舎は作家のイーブリン・ウォーなどの親しい友人や親類を描いたペン画を集めたものである。2007年にダイアナが出したり受け取ったりしたものを含むミッドフォード、姉妹の書簡がシャーロット・モズリー・ヘンザ・ミファーズ、レターズ・ビト・ウィン・シックス・シスターズとして刊行された。 この本は非常に高い評価を受けた。サンデータイムズの書評で、ジャーナリストのインディアナイトは、ダイアナが一瞬邪悪になることはあるが、頭が切れ、親切で黒シャツ隊の夫オズワルド・モズリーに悲惨なほど忠実だったと述べている。2008年12月に、ダイアナの書簡、論考、日記、レビューからなる著作集が、ザパースート・ブラフターとして刊行された。 この著作集は概ね好評であった。ダイアナの墓。隣に姉妹であるユニキとナンシーの墓もある。ダイアナは2003年8月、パリにて93歳で死亡した。死因は1週間前に襲われた発作の合併症だとされたが、後に2003年のヨーロッパ熱波のため、ほとんどエアコンがないパリで死亡した、多数の老人のうちの一人だったという報告が出てきた。 オックスフォード社のスウィンブルックで姉妹の傍らに葬られた。ダイアナは息子を4人残しており、そのうち、ジョナサン・ギネスは第3代モイン男爵、デズモンド・ギネスは著述家、マックス・モズリーは国際自動車連盟元会長である。警視氏の第3代レイブンズデール男爵、ニコラス・モズリーも小説家で、父に関する批判的な回想を書いたが、 それ以前は親しかったにもかかわらず、この本のためダイアナはニコラスを決して許さなかったという。ひまごのジャスミン・ギネス、欧名のステーラ・テナント、孫娘のダフネ・ギネス、孫息子のトム・ギネスはモデルである。ダイアナは生前、イギリスのジャーナリストであるアンドルー・ロバーツに、ヒトラーは、ユダヤ人の絶滅に責任があり、かつ、あらゆることに責任があって、 彼を認めていたものとして私はこのことを言っているんですと述べていた。ロバーツは2003年8月13日、死後に出た、ザ・デイリー・テレグラフの記事で、ダイアナを批判し、食い改めないナッチで、安やす,やすと魅力を発揮する人物だったと述べた。3日後、ロバーツの方が、ダイアナの息子や孫娘から同志で批判を受けた。1997年にチャンネル4が放送した。 テレビドラマのミニシリーズ、モズリーでは、エマ・デービスが、ダイアナ役を演じた。ミッド・フォード家の経類を示す、家系図、婚姻を通じて、ラッセルや、チャーチル家などにつながり、アレクサンドラ王女を通じて、栄王室につながる。ありがとうございます。